タンドリーティッカ、タンドリーティッカ、はい、はい、焼き上がりました。人気のチキンですね。これ下の方に黒く見える炭火ですね。炭で遠赤外線で焼くことによって旨味をギュッと中へ閉じ込めて、チキンの旨味が中に、そして無駄な油を落とし、高タンパク低カロリーの美味しいチキンを作り上げていきます。ぜひともダイエット中の方などはいいと思いますよ。これとサラダ、ぜひとも食べてみてください。注文お待ちしてます。